っかり町田たつきオリジナルなスケートを追求していかなきゃいけないなと思っています。それで今年の2つのプログラムはその町田たつきのスケートが確立されつつあるプログラムだと思っているので、そうですね、質問何でしたっけ。